はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回はですね、タイトルでもある通りアイライナーで見せるメイクをやってみました。いつも目元のメイクを変える時ってアイシャドウをね変えることが多いかなと思うんですけど、今回はですね面白いものをゲットしたので、それを使って4種類のアイライナーで見せるメイクを紹介していきたいと思います。ではレッツゴー。はい、というわけでですね、もうすでにその面白いアイライナーを使っているんですけど、そのアイライナーがじゃん、こちらのロレアルパリのカメレオンチェンジライナーです。こちらはですねロレアルパリさんの新作のアイライナーなんですけど、実はこれすごい機能があって、まずですねパッケージがこんな感じになっていて、両方から開くタイプになっています。でまずこっちの色がついてない方の蓋を開けていきます。これを開けるとこんな感じで、こっち側は普通のアイライナーになっています。そして続いてこちら側の色がついてる方を開けていきます。そうするとですね、こんな感じでチップになっています。え、色ついてないじゃんって思う方もいると思うんですけど、これの使い方がすごくって、ちょっと一回手にやってみます。まずこっちのアイライナーの方でラインを引いていきます。はい、こんな感じでラインが引けました。そしたらこれをねよく乾かしていきます。はい、というわけでこんな感じで手で触ってもつかないぐらいまで乾きました。そうしましたらこちらの色がついた方のチップをね取り出します。そしてですね、今この塗ったアイライナーの上に重ねていきます。わかりやすいように垂直にやっていきます。いきます。こんな感じで、わかりますかね？よーく見てもらうとわかると思うんですけど、今重ねたところだけこういう感じで色をね発色してくれます。わかるかな？こんな感じで、これすごくないですか？私これ初めて見た時すっごいびっくりして、なんでこんなアイライナーを塗った上だけこうやって発色するのかな、すごいね不思議なアイライナーじゃないですか。それだったら普通にカラーのアイライナーを使った方が早くないって思う方もいると思うんですけど、これのメリットは昼間とかはお仕事とかで少しね控えめなメイクしかできないけど、お仕事終わってね遊びに行くっていう時とか、お昼と夕方で印象を変えたい時とか、午後から遊びに行くっていう時にさっとねチップの方でアイラインをなぞるだけで一気に印象が変わるので、そういうところがすごいメリットかなと思います。そしてこのアイライナーはこすっても全然落ちにくいのでにじみにくいんですけど、お色はね簡単に落とせるタイプになっております。このアイライナー4色展開になっていて、今紹介したのが01番のターコイズグリーンというルミです。そして今塗ったこちらが02番のロイヤルブルーというルミです。そして今塗ったこの色味が03番のライトパープルという色味です。そして今塗ったこの色味が04番のモダンゴールドという色味です。全部でですね、こんな感じの4色になっております。それぞれね、また違った良さがあるので、今回はですね、この4色のそれぞれのカラーの雰囲気に合ったメイクをね、ちょっとやってみたので、それを4つ紹介したいと思います。今回はアイライナーで見せるメイクなので、アイシャドウをあらかじめナチュラルに仕上げておきます。まずはじめに02番のロイヤルブルーです。上のアイラインを粘膜から引いていって、目尻はそのまま延長させます。そして下まぶたの粘膜の方を中心に全体的にアイラインを引いていきます。私はつり目なので目尻の方は少し太く引いていきます。そしてこちら側を乾かしている間に反対側もやっていきます。乾いたら下のラインのみ色を変えていきます。両面を完成させるとこんな感じです。はい、というわけでこちらの02番のロイヤルブルーはこんな感じでメイクをしてみました。今回のこのロイヤルブルーなんですけど、一番ね黒のアイライナーに近い色かなと思います。なので多分一番ね挑戦しやすいかなと思うんですけど、やっぱり今回はアイライナーで見せるメイクということで、普通のメイクとは一味違った感じにしたいなと思って、下のアイラインをがっつり引いてそれをねブルーにチェンジしてみました。普段のメイクを少し変えたいという方だったら、上のいつものアイラインを全部ブルーに変えるとかいうのでもちょっと違った雰囲気になると思うので、そういう感じで使うとすごく使いやすい色味にもなるし、こうやってねちょっとインパクトが足されたメイクにも使えると思います。目元が結構くっきりしていて印象的な目になっているので、リップは抑えめにベージュっぽい感じのリップをしています。はい、というわけで02番のねロイヤルブルーはこんな感じになりました。続いて04番のモダンゴールドです。上のアイラインはがっつりと太めに引いていき、目尻の方は少し跳ね上げます。下のラインは黒目よりも少し広く粘膜に引いていきます。
そしてこちら側を乾かしている間に反対側も塗っていきます。乾いたら上のラインは黒目の外側ぐらいまで色を変えていきます。下のラインはすべて色を変えていきます。両面を完成させるとこんな感じです。はい、というわけでこちらの04番のムナゴールドはこんな感じのメイクにしてみました。やっぱりゴールドっていうと華やかなゴージャスな感じのイメージが私はあったので、パーティーっぽい感じのメイクにしてみました。今回は上のラインもがっつり引いて、下は黒目よりも少し幅を広げて粘膜の方にアイラインを塗って、この粘膜の方をちょっとキラキラとさせることでキラキラとした目元になれるので、そういうところでもね少し華やかさを演出しています。上のアイラインをね全部ゴールドにしてしまうとちょっと目力がなくなっちゃうような気がしたので、がっつり引いた線の、まあ、大体黒目の外側ぐらいまでゴールドにしています。はい、というわけで04番のモダンゴールドはこんな感じのメイクに仕上がりました。続いて03番のライトパープルです。まず上のアイラインは粘膜を引いていき、目尻だけ跳ね上げラインを描いていきます。アイラインを目立たせるために結構太めに描いていきます。そしてこちら側を乾かしている間に反対側もやっていきます。乾いたら目尻だけを色を変えていきます。両面を完成させるとこんな感じです。はい、というわけで03番のライトパープルはこんな感じのメイクにしてみました。パープルって言ったら結構なんか小悪魔的なイメージが私はあったので、小悪魔ガールを意識してメイクしてみました。今回は下にはね何も引いてないんですけど、この上のアイラインは目尻だけでももちろんいいんですけど、私はもう少しね目力を出したいなと思ったので、目頭の方から粘膜を引いております。そしてねこの目尻を跳ね上げて、そこをねカラーをチェンジしてみました。パープルって結構難しそうだなと思ったんですけど、つけてみるとほんのりパープルな感じなので、意外とねこの色味使いやすいなと思いました。で、紫のアイラインに合わせるリップ悩んだんですけど、まあ、ピンクのリップでも赤リップでも少し紫がかったリップを選ぶとこのラインと馴染んでねすごく可愛くなると思います。はい、というわけで03番のライトパープルはこのようなメイクにしてみました。最後は01番のターコイズグリーンです。まず上のアイラインを目頭の方からがっつりと太めに引いていきます。目尻はその太さのまま跳ね上げラインをしていきます。そしてこちら側を乾かしている間に反対側もやっていきます。乾いたら引いたアイラインの上半分だけを色を変えていきます。両面を完成させるとこんな感じです。はい、というわけで01番のターコイズグリーンはこんな感じでメイクをしてみました。やっぱりこのねすっごい綺麗なターコイズグリーンは夏のイメージが私はあったので、夏っぽいメイクをしてみました。海に遊びに行く時とかお祭りとかこういうねメイクで行くとすごい可愛いんじゃないかなと思います。今回はですね上のアイラインをねもう太くがっつりと引いてしまって、その上半分だけを色を変えています。下にねこの黒い部分を残すことでより目元がくっきりとして見えると思います。アイシャドウとかも肌なじみがいいブラウンとかはバッて塗っておけばこのカラーが強調されるので、これ1本でメイクが完成してしまうので、こういうねメイクの仕方はすごくおすすめかなと思います。今回合わせたリップなんですけど、ターコイズグリーンとかってオレンジリップとすごく相性がいいので、一緒に合わせてあげるとより夏っぽく可愛く仕上がると思うので、ぜひやってみてください。というわけで01番のターコイズグリーンはこんな感じのメイクに仕上がりました。はい、というわけでですねこんな感じでこちらのねロレアルパリさんのカメレオンチェンジライナー4色を使ってそれぞれの雰囲気に合ったメイクを紹介しました。本当にこのアイライナー画期的で、ぜひ皆さんにも1回使ってみてほしいです。少しだけ雰囲気を変えたい時とか、カラーメイクしてみたいけどアイシャドウとかでグラデーションとか作るの難しいなっていう方とか、ラインからカラーメイクするのもいいかなと思うので、挑戦してみたい方や雲のメイクとねちょっと雰囲気変えたいなっていう時とかにぜひ使ってみてください。でこのアイライナーなんですけど、こちらねチップの方で色味をつけるとメタリックな発色をしてくれるので、この角度とかによってアイラインが紫に見えたりだとか普通に黒とかにも見えたりするので、そういった変化もね楽しめるんじゃないかなと思います。概要欄に URL を貼っておくので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。